西日本を中心にまだ明日明後日と大雨に対して警戒が必要となります。まずこちらがこの96時間に降った雨の量なんですけれども、西日本特に九州を中心に、また東日本でも中部地方や一部神奈川県ですね、こういったところで500ミリから600ミリの雨が降っております。さらに遡りますと、この1週間で九州ではトータルの雨量が1000ミリを超えてきたところも増え始めているんですね。こういった雨はまだ明日も広い範囲で続きますし、明後日以降ちょっとご覧いただきましょう。明後日もですね、天気図で見ますと西日本、東日本付近に前線が停滞をします。湿った空気が流れ込んで、西日本の太平洋側を中心に激しい雨が降りやすいと見ております。でこの雨いつまで続くかなんですけれども、金曜日以降を見てみますと、この前線がだんだんと北上していくんですね。前線に向かって湿った空気が入る影響で、西日本の太平洋側を中心に雨は降りやすいんですけれども、降るエリアはだんだん局地性が強く、広範囲での大雨は、どうやら峠を越えてくるのではないかと見られます。でその後前線は、北の方に北上したままでして、太平洋高気圧がだんだんと西日本、東日本を覆うようになっていきそうです。長く続いた雨も明日明後日ぐらいでようやく峠を越えてくるのではないかというふうに見られます。でその様子、天気アイコンをご覧いただきましょう。天気アイコン西日本を見てみますと、こちらですね、木曜日まではまだ大きな雨アイコンでして、雨量の増加警戒が必要です。でその後週末にかけても太平洋側中心に雨は降りやすいものの、雨の強いエリアは局地性が強くなってきます。で来週に入りますとようやく晴れてくるとこういう流れでして、どうやら長く続いた雨も峠を越えていくとこういうふうに見ております。この先の雨雲の動きを確認していきましょう。ウェザーニュースのアプリケーションです。立ち上げていただきますと、まずはマイ天気といったページが開かれます。下には5つアイコンが並んでいますが、右から2番目の傘のアイコン、雨雲レーダーチャンネルを見ていきますと、実際にレーダーエコーで映し出されている雨雲の様子を見ることができます。今後ですね、現在降っている南北に伸びるような活発な雨雲は各地で、北東方向へと進んでいく見通しとなっていますね。今まだ雨足が強まっていない地域でも一時的に雨がざっと激しく降る恐れがありますので、ぜひこちらから最新の雨雲の様子をご覧いただければと思います。またアプリケーションからは最新の雨の予想だけではなく、避難情報もご覧いただけます。一番左側の3本線のメニューから減災防災カテゴリーの右の一番下には避難情報が掲載されています。こちらをタップしていきますと、現在ですね、発令されている避難情報についてこのように詳しい地域も見ることができます。一覧で町レベルまで見られて便利ですから、ぜひご活用ください。またご自身が住んでいる地域だけでなく、遠方に住むご家族やご友人、ご親戚などの地域も確認の上連絡を取り合い、早め早めの避難行動、避難判断をよろしくお願いいたします。このようにウェザーニュースのアプリケーションでは最新の情報を見ることができます。この後もお天気アプリウェザーニュースをご活用ください。